15日水曜日の全国の天気をお伝えします。東日本から西日本はですね、高気圧に覆われて晴れますが、北日本の日本海側を中心に雨の降りやすい天気となりそうです。まずは関東から見ていきましょう。関東はですね、今日は天気悪かったんですが、回復してですね、晴れのアイコンとなっています。その他西日本の太平洋側もですね、広く晴れのアイコンとなっており、晴れるところが多くなります。ただ西日本の日本海側ですね、こういったエリアでは雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があるため、折りたたみ傘を持ってお出かけください。そして北日本の日本海側ですね、は雨の降りやすい天気となっています。積雪などあるエリアはですね、路面状況の悪化の恐れがあるので、運転などされる際は十分お気をつけください。晴れているエリアでは明日は日差しのぬくもりを感じられそうです。ただ朝晩は冷え込み、1日の気温差が大きくなるため、服装でうまく調整してください。以上、全国の天気をお伝えしました。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認していただけます。ぜひご活用ください。